西国三十三書、札書西国三十三書、札書西国三十三書は、近畿地方二府四県と岐阜県に点在する三十三箇所の観音信仰の霊場の総称。これらの霊場を札書とした巡礼は日本で最も歴史がある巡礼業であり、現在も多くの参拝者が訪れている。三十三とは、妙法蓮華行観世音、菩薩不問品、第二十五に解かれる。 関税温菩薩が主情を救うとき33の姿に変化するという信仰に由来し、その苦毒に預かるために33の礼状を順拝することを意味し、西国33所の観音菩薩を順礼参拝すると、現世で犯したあらゆる罪業が消滅し、極楽往生できるとされる。文化庁の令和元年度、日本遺産の十六件の一つに1300年続く。 日本の就活の旅最国三33所観音巡礼が認定された。33所巡礼の起源については、中山寺の縁起である、中山寺雷行き、厳寺の縁起である、谷組山根本由来記などに、大力継ぎのように記されている。養老2年、山和国の長谷寺の会期である、徳道商人が62歳の時、病のために亡くなるが、 メイドの入り口で縁ン大王に会い、生前の罪業によって地獄へ送られるものがあまりにも多いことから、日本にある三十三箇所の観音霊場をめぐれば、滅罪の苦毒があるので、巡礼によって人々を救うように託戦を受けるとともに起承文と三十三の法院を授かり現世に戻された。そしてこの法院に従って霊場を定めたとされる。商人と弟子たちは、 この三十三書順礼を人々に説くが、世間の信用が得られずあまり普及しなかったため、気が熟すのを待つこととし、閻魔大王から授かった法院を、摂津国の中山寺の石筆に収めた。そして、月日が経ち、徳道は隠居所の法規院で八十歳で自弱し、三十三書順礼は忘れ去られていった。徳道が、中山寺に法を収めてから約年後、 カサン院が、奇襲国の夏山で賛同していた折、熊野権現が姿を現し、徳道商人が定めた三十三の観音礼状を再興するように卓戦を授けた。そして中山寺で法院を探し出し、張リ国書社山縁教寺の昭空商人の勧めにより、河内国石川寺の仏言商人を先達として三十三書礼状を巡礼したことから、やがて人々に広まっていったという。 仏弦が追いずり、おさめ札などの巡礼方式を定め、加山の院が各寺院の御衛課を作ったといい、現在の33所巡礼がここに定められたというのである。しかしながら、札所寺院のうち、前方寺は、法王没後の長元2年創建である。また、加山の院と共に札所を巡ったとされる仏弦商人は、石川寺の聖徳大使病の前にこ然と、 現れたとされる伝説的な層で実在が疑問視されている。以上のことから33書巡礼の思想特動承人、中高三ノのンとする伝承は史実ではない。西国33書の前身に相当するものは陰世紀の観音信仰の流星を前提として11世紀頃に成立していた。 資料上で確認できる書質は、大見国音常時の層の電気を修正した、寺門構想期中の、行村伝の観論令状33書巡礼記と、各中殿の王方元年正月33書巡礼則気分である。行村の巡礼を史実と認めるか否か、異論が存在するが、これに次ぐ各中の巡礼は、確実に史実と考えられている。 行村と各中の巡礼期を比較すると、33所の寺院の組み合わせは一致するものの順番が相違し、両者とも、三室と寺で巡礼を終えているが、行村は一番札所を馳せ寺、各中は、智山としている。行村自身はさておき、行村殿の伝える順番での巡礼が、確かに行われていたと見え、戸賀農王さん高山寺に伝わる。 観音聖三書日記に収められた、ある覚書は、長谷寺殿の書物に依拠しつつ、行村殿と同じ順番での巡礼を伝えている。この時期の三十三書の順序や寺院の組み合わせは様々で、何種類もの観音霊場巡礼が並存し、一つの寺院がいくつもの観音霊場に数えられていた。庶民が十一カ国にもまたがる三十三の霊場を巡礼することは、 中世はじめには極めて困難である。中世はじめにおいては、33章全てをめぐる巡礼が主として、各種の聖じや修行者によって行われていたとはいえ、観音信仰の性格からして、一般俗人を排除することは考えにくいことであり、一国のみ、ないし限られた区間のみをたどる巡礼を重ねて、33章に、決縁、決願することを願っての巡礼が行われていたと、 考えられている。長谷寺は、平安時代初期頃から、霊言著しい観音霊場寺院として、特に朝廷から数形を寄せられただけでなく、摂関期には、藤原道長が参見するなど、重要な観音霊場であった。こうした長谷寺の位置づけゆえに33書の一番となったと見られることから、11世紀末頃と見られる、行村の巡礼が、 長谷寺から始まることは自然なことと考えられる。しかし、12世紀後半の各中の巡礼において、長谷寺から10日日が立った、那智山が第一番となるには、大きな変化があったと見なければならず、それには、熊野参りの成功と、西国33所における熊野那智山の位置という二つの点を見なければならない。前者の例として挙げられるのは、後鳥院の13回。 ゴシラカワインの27回といった産経であり、こうした成功に影響されて33所の順路が影響を受けて、12世紀後半には、ナチさんを一番札所とするようになったと考えられている。後者の最国33所における熊野ナチさんの位置づけであるが、熊野ナチ山には33所の階層や巡礼との関係が多数ある。伝説上の階層を裸形とし、 奈良時代以前から特別な聖地であった那智山には33所の伝説上の階層である火山の院がカンラ2年に参詣をしたことに由来して多数の伝承が見られる。それらの伝承には、例えば那智滝で火山の院が千日滝ごもり校を行ったとするほか、滝本千樹堂の本尊を火山の院に結びつけたり、廟法山に妖や墓所があったとするものが見られ、 智山における火山の印伝承は非常に重要である。また、中世には諸国を開国輸行する開国巡礼行者が多数いたが、33章をめぐる33度行者なる行者にさ山の重層が多数なっていただけでなく、その往来手形もまた智山が干渉するところであったと西岸都市伝来の資料は伝えている。こうした点からわかるように、 当初石関期の観音信仰を元にしていた33書は、陰性期に熊の参りの成功の影響下で、熊の那智山を一番札書とするようになり、加山の院の伝承の県伝や33度行者の活動を通じて、熊の那智山により広められていった。33書が固定化し、東国からの俗人も交えて民衆化するのは15世紀半ばを下る時期のことであった。 那智山西岸都寺と那智の滝西国三十三、初二三へ得られる寺院は、第一番の那智山西岸都寺から第三十三番の谷組山家厳寺までに番外参加、寺を加えて三十六あり、その組み合わせは寺門構想期以来変化がない。これら三十六の寺院は規模をもとに四つに分類される。一つ目は、検問寺院に相当する有力寺院であり、幸福寺、 第五次、石山寺、三井寺、千入寺、清水寺の六カ寺が該当する。これらの寺院のうち、清水寺と石山寺は33所に先立つ貴族の観音信仰において、対象とされた各寺院の本尊がそのまま33所の信仰対象となっているが、他の四カ寺では、対象となっているのは寺の本尊ではなく、寺院の本尊であることから、 たまたま庶民信仰を集めた同社が33所に連なったと見られている。二つ目は、地方の有力寺院で、西岸都寺をはじめとして24か、寺と、数的に全体の3分の2を占め、33所の中心的存在である。これらの寺院は、多数の寺院を従いた人山寺院であり、数百人、時には1000人を超える層を要する地方の有力寺院であった。 寺院の本尊三十三所の信仰対象とは、多くの場合において一致するが、三十三所、巡礼寺院であることは、寺の性格全体にとって、あまり重要ではなかった。例えば、一番札所である那智の本尊は、今日に至るまで那智滝の本寺ッつたる千寿観音で、あるが、三十三所としての本尊は、如意輪観音である。千樹観音と並んで、 如意林観音が信仰の対象となるのは、12世紀初め頃と見られ、藤原宗忠の中央期にその様子が見える。宗忠は、熊野権現本殿の前に設けられ、参傾者が参道礼拝する大道に導かれ、車窓から如意林現所のゆえを説かれた後、滝殿とその傍らの千術道に参傾しており、如意林堂道は、古くからの観音礼山内の新たな礼状であった。 三つ目は、京都市中の中小寺院で、六原密寺ほか、行願寺、頂法寺に、番外の願行寺を加えた四家寺が該当する。これらの寺院は、平安時代から、盛んになった京都近郊の落中落外七、観音霊場巡礼に由来する寺院である。六原密寺、行願寺、そして頂法寺は三十三所寺院であるとともに、 学中落外七観音の一角であり、こうした京都近郊の観音巡礼寺院としての性格は清水寺や石山寺にも当てはまる。こうしたことから、33書の成立は京都近郊の観音巡礼を歴史的前提とし、それらと地方の著名な観音信仰寺院との融合によるものであることがわかる。四つ目の地方の小規模寺院は、 番外の菩提寺及び法棄院の二家寺が該当する。これら寺院はいずれも小規模な寺院であるが、33所巡礼の縁起にまつわる寺院であり、33所の流星とともに、河山の院の縁起が広く知れ渡り、参傾者を集めるようになったことで番外に加えられた。各寺院で33所を支え、33所巡礼を行じた33所の担い手は当初、 山伏や前日の33度行者のような開国巡礼行者、熊野美国、各種の肝心症、一般の僧侶といった宗教者の集団であって、こうした性に導かれる形で民衆も巡礼を行っていた。こうした宗教者は各地で肝心を募っては、集めた願物によって、同社の造営、修造、灯明量の維持に当たっており、肝心性としての活動を通じて、 人山の経済を支えていた。とりわけ、室町幕府の支配の士観する15世紀以後、各地の寺社は、かつてのように、公権力の保護に依存し得なくなる。代わって、各地の寺社が依存したのが、肝心性による、本願書であった。中でも、那智山の肝心省たちは、各地をめぐって33所の組織化に努めた。西岸都市を第一番とし、下言寺を、 第33番とする順序が、資料上に所見されるのは、肝心性の活動が定着するのと同じ15世紀、中頃のことである。さらに、肝心省たちは、巡礼の庶民を対象にした縮小を設けるなど、より多くの巡礼を招き、さらに多くの方がや参戦を獲得することを目指した。こうした過程を経て、当初、もっぱら修行像や、 主権者らのものであった西国三十三所巡礼は室町時代中期には庶民による巡礼として定着していった。庶民への肝心活動にあたって三十三所寺院であることが大きな効果を持つことから人山における肝心性の経済的役割は大きく寺院側も同社の造営、修造にあたって巡礼からの方がに期待を寄せていた。そのため、 室町時代中期から中世末期にかけて発された寺院治む服のための肝心状や縁起では33、諸寺院であることが強調されるとともに、肝心状や縁起を携えて、肝心を担った日尻の拠点たる寺院群が一山を支える状況が生み出された。しかしながら、こうした肝心性の集団の寺院内における地位は低く、あくまで下層として、もっぱら扱われたために、 正式の法映や祭礼に参加することはできなかった。有力とはいえ寺院内の一勢力に過ぎない、肝心聖集団にもっぱら支えられていたという事情は、各寺院における33書の位置づけを低いものに、とどめさせた。33書書寺院の暮らする中世古文書は、数千点に達するが、演技や肝心上の類いを除くと、33書に、 関係する古文書の数はわずかに十数通に過ぎず、三十三書寺院であることは、各寺院の持つ多様な性格の一つに過ぎなかった。江戸時代には観音巡礼が広まり、関東の坂東三十三箇所や秩父三十四箇所と、合わせて日本百観音と言われるようになり、江戸時代初期からは巡礼校が各地で組まれ団体の巡礼が盛んに行われた。 地域などから依頼を受けて33章を33回、巡礼することで満願となる、33度行者と呼ばれる職業的な巡礼者もいた。これら巡礼校や33度行者の満願を供養した石碑である、満願供養等は、日本各地に残っている。江戸からの巡礼者は、まず、伊勢神宮に参拝した後で、第一番の西岸都寺へ向かい、途中高野山、 比叡山などにも参拝しつつ、欠願の33番谷組さんを目指した。そして北にお礼参りとして、品濃義光寺を参拝するのが通例となっていた。33章で巡礼を終わらせずに、別の寺院にも参拝している理由としては、江戸からの皇帝の途中に善光寺があること、観音の本寺が善光寺、阿弥陀如来とされたことなどが指摘されている。一方、 お礼参りの善光寺をあえてしない巡礼者もいた。巡礼の終わりは死に急ぐという俗心によってだという。近世には爆反体制が整えられて社会が安定し、自社の経済的再建が進むにつれ、本願への抑圧と自社運営からの排除が進んだ。こうした排除は、例えば、夏山では遠鏡元年の再居場をもって本願書から造営修理権 肝人権が剥奪されるまでに至った。しかし、本願書によって募られていた庶民の方がと参戦は、自社の造営に依然として欠かせないものであった。例えば、肝人活動に代わるものとしての本尊外長も、教法年間には、幕府により自社消失のような例外を除いて33年に一度のみと、する規制が加えられた。そこで自社の側では、 一層増加する庶民巡礼から方が参戦を得るべく、寺院全体を33所の巡礼寺院として宣伝した。巡礼者側も33所に加え、坂東33箇所や現在では新西国33箇所間の御霊場に入っている別の間の御霊場を参拝することもあった。例えば文化年間に西国巡礼を行った益子ブ三郎は、 伊勢神宮一番西岸都寺道なり寺特政寺二番、君井寺、という順序で巡礼しており、四国のコンピラ宮などの何の関係のない神社まで参拝しているという。マシコの場合、木戸には坂東十八番の日光山まで参拝している。これは、観光旅行が自由にできなかった江戸期においても、伊勢参りや霊場参拝を理由とすれば、比較的容易に通行手形を得ることができたため、 金銭や時間に比較的余裕がある場合は、できるだけ多くの寺社を参拝し、札所も、熊野那智やなら京都、天の橋立てなど、各地の名所に立ち寄れるような場所に配置されているため、観光旅行を兼ねていた面もある。全光寺霊場は、一般的に札所という。かつての巡礼者が本尊である、観音菩薩との決縁を願って、使命や小国を記した木星や、 同性の札を寺院の道に打ち付けていたことに由来する。札書では参拝の後、社協とお伏せとして農協料を納め、農協帳に法院の陰影を授かる。社協の代わりに農協札を納める巡礼者もいる。その農協札は白地に黒印刷の紙製の白札のみであったが、現在は四国八十八箇所にもして同じ規定で色札を使用するものが出てきた。 巡礼の道中に、会期である、特道商人や再興させた、火山の犬のゆかりの寺院が、番外霊場として3箇所含まれている。震災国33箇所観音霊場に入っている、33所ではない観音を祀る寺に参拝する人もいる。第1番から第33番までの巡礼堂は、 約 1000km であり、四国88箇所の変路道約 1400km と比較すれば短いが、京都市内を除いて札所間の距離が長いため、現在では全校庭を歩き巡礼する人はとても少なく、自家用車や公共交通機関を利用する人がほとんどである。1935年3月から1カ月間、西国33箇所札所連合会が、 阪急電鉄とタイアップして、観音霊場最国十三箇所阪急沿線で回避を開催した。これには三十三日間で四十万人以上が訪れたと言われている。現在でも鉄道会社やバス会社によって多くの巡礼ツアーが組まれており、利用者も多い。ただし、ツアーによって林道しか通じていない山上の寺院に行く場合、山麓の駐車場にバスを置いて、 山道を歩くものや、オプションでタクシーなどの小型車に乗り換えて、林道の終点まで行くもの、全員が小型車に乗り換えて、林道の終点まで行くものなどがあるので、よく確認して、予算や体力に合わせて選択する必要がある。決断のお礼参りとして、最後に、新州の善光寺に参拝し、三十三カ所と番外の三カ所に、加えて、計三十七カ所を巡礼するとされているが、 関西の人にとって、禅光寺は遠く、江戸の人々が、谷組山での決願後に、中仙道を通って、有名な禅光寺参りをするためであろう。また、高野山金剛法寺の奥の院、比叡山延暦寺の根本中堂、奈良の東大寺の二月堂、大阪の四天王寺をお礼参りの対象、あるいは、番外令状に含んでいる場合もあり、お礼参りは、 全校寺を含め5箇所の中から1つを選べば良いとする説もある。もちろん、これらの2つ以上の寺院にお礼参り、あるいは番外霊場として巡礼する場合もある。ただし、これらの寺院は公式の番外寺院と異なり、番外札所ではなく番外霊場とされる。西国霊場巡礼が盛んになると、地方の大名などが自分の居住する周辺に、 西国霊場を勘定して新たな観音巡礼を作るようになった。これを西国内司令場という。最も早期の西国内司令場は、源の頼朝創建と伝える坂東33箇所であるが、これは鎌倉時代の転覆2年以前にはすでにあったという確実な資料があり、かなり古いものである。室町時代になると、秩父に、 秩父十四箇所も創建され、西国、坂東、秩父を合わせて、百観音というようになり、百観音巡礼をする主言者なども増加した。西国三十三所の札所本尊は、すべて観音菩薩である。なお、札所本尊と、寺院全体の本尊とは異なる場合もある。例えば、四番西福寺では、札所本尊は、千樹観音であるが、寺本尊は、 魅力菩薩であり、21番阿野寺では、札所本尊は聖観音であるが、寺本尊は薬師如来である。観音菩薩の像には、一面二比の聖観音の他に、十一面観音、千樹観音など、様々な超人間的性質を備えた変化観音がある。最国十三所の札所本尊を造種別に見ると、以下の通りで、千樹観音像が、 最も多い。上記の合計は33ではなく35になっている。これは、31番長明寺において、千住観音、十一面観音、聖観音の3体を本尊とし、千住十一面聖観音三尊一体と称しているためである。文化財として、貴重なものも多く、5番九井寺の千住観音像、9番幸福寺南沿道の福建作、 観音像はいずれも国宝に指定されている。西国十三所の札所本尊は、秘仏となっているものが多く、秘仏でないのは六番南北家寺の千住観音、七番岡寺の如意林、観音、八番長谷寺の十一面観音、二十五番番州清水寺の千住観音、三十二番観音聖寺の千住観音の五箇所のみとなっている。これらの秘仏の中には、 1> 月一回、年一回など、定期的に回避されるものと、数十年に一回しか回避されないものとがある。看護の経典や生命と異なり和歌の産仏家として、五栄歌が多くの宗派、寺院で採用されているが、この五栄歌の起源は笠野院が、西国33書の各札書で読まれた漁政の和歌を、後世の巡礼者が節をつけて巡礼家として歌った、ものであるとされている。 西国三十三所の護衛課は、周派にもよるが、近畿地方一円で死者を弔うために、葬儀から四十九日法要まで親族によって舞を唱えられたり、お盆の仏事において参加者全員で合唱する、習慣などがある。選脱用の軸層のお協調あたり礼状には、選脱になる制度がある。選脱の称号は、選脱、中選脱、大選脱、特任選脱、 特任権中選脱、特任中選脱、特任権大選脱、特任大選脱の8階級ある。一度順配し申し込むと新選脱、選脱になって2回順配で中選脱、中選脱で3回順配で大選脱、大選脱で5回順配で、特任選脱に、その後は6回順配するごとに、特任権中、特任中、特任権大、特任大選脱となる。 なお、経年制限がないので順配するほどに昇進できる。そして、特任大選抜よりさらに上の階級である、北地特任大選抜、誠たち特任大選抜、不明特任大選抜、明樹特任大選抜の4階級を新設し33回、順配するごとに1階級ずつ昇進する制度が2020年3月1日より創設される。二式の農札。 ありがとうございます。